クト、無謀なことはやめてアブリルたちのところに戻るむ。僕はタクトのパーソナルデバイスだむ。僕が望む望まないに関わらずタクトについていくしかないむ。タクト、やめるだむ。コンダクター一人で D2 に立ち向かえるわけないむ。怯えて当たり前だむ。僕にだって恐怖はあるむよ。戻るむ、タクト。に、兄ちゃん。タクト。私たちムジカートはコンダクターのタクトに従うだけです。朝日奈タクト、向こう水と勇敢さを履き違えてはいけません。無茶すんな、まったく。元気がいいのは好きよ。貴様のためではない。守るべきものがある。そのために戦う。キイちゃんを置いてくなんてダメだよ。心配いりません。あちらにはアブリルさんとニコラさんがいます。やった、これで戦えるむ。正直あんたよりよっぽど頼りになるからな、あの二人は。愚かという理由でコンダクターを見捨てることは我々には許されていない。年下の男は手間暇かけて育てるのが醍醐味なのよ。それ、あんたが言うか。君に心配される筋合いはないわよね。これは難民自治区への介入ではありません。私たちは記憶障害により本体からはぐれたコンダクターを回収に来ただけ。さあ早くあの男の子を助けるぞ。これは今まで感じたことのないほどの大きな力です。面白い。そのくらいの歯ごたえがあった方が楽しめるというものだ。ヘマしちゃったよ。俺、逃げ足は速い方だと思ってたんだけどな。ありがとう、兄ちゃん。それから姉ちゃんたちも、あんたたちは難民のことなんか気にかけてないんだと思ってた。でも、違ったんだな。よし!瓦礫はどけられたぞ!目立った傷はなさそうね。骨折もしていないようだ。どこか痛いの?よかった。こいつも潰されずに済んだみたいだ。珍しいだろ、こんなところに一輪だけ咲いてたんだ。君、この花を守ってたの？綺麗。バラの姉ちゃん。はい。これあんたのバラだぜ。私のバラ？この兄ちゃんに頼まれてたんだ。バラの花を探してきてくれってな。兄ちゃん、このバラこの姉ちゃんにやるんでいいんだよな。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんだよ、すまないのか。せっかくあなたが守ってくれたバラですから、このままここで咲かせておきたいんです。いいですか、タクト。これが本物のバラなんですね。とてもいい香りです。アブリルたちが苦戦してるって連絡がひっきりなしに。さあ、早く本体に戻るむ。回収したんだから、さっさと戻るもんよ。
私は戻りません。ウォーメン、私はここに残ってこの子と仲間たちを守ります。どうしたむ、ウォーメンらしくないむ。いいですか、タクト。皆さんは戻ってアブリルさんたちを助けてください。ここは私とタクトで守ります。ちょっと運命、無茶言うな。あの D2 一人じゃ荷が勝ちすぎてる。大丈夫です、タクト。私と契約を。運命、あなた何やってるの。ムジカートがコンダクターにひざまずくなんて。タクト、私は以前あなたに言いました。あなたが私を捧げるにふさわしいコンダクターかどうかわからないと。でも今ははっきりとわかります。一輪のバラにかけて宣誓します、朝比奈タクト。私はあなたという運命を選択する。私にとっても想像以上です。この力があれば守れます。うん、わかった。兄ちゃんたちも気をつけて。さて、 D2 は東の方かしら。ムータ、ズーン、命令違反者には何も教えられないム。でもこの規模想像以上だろ。さっさと倒さないとシンフォニカにも来るぞ。それはムータ、一番大きな反応は東側にあるム。さっさと倒して帰還して目いっぱい怒られるといいム。はい。建物の老朽化がひどいな。些細な衝撃で崩れるかもしれないぞ。潜伏する系統の D2 にとっては格好の隠れ場所でもあるわね、これ。優先順位の問題でしょう。やあ、な、何何、どっかで D2 が暴れてるのか。おっと、ですか。道が完全に塞がれちまった。なんとか通れないか、これ。助かったわ、タクト。よく気づいたわね。そう？耳がいいっていうのはコンダクターにとっては武器だと思うわよ。ダメだな、こりゃ。北か南に迂回しないとは。こっち側からなら迂回していけそうだ。流行る気持ちはわからなくもないが、突出しすぎるなよ、朝比奈タクト。指揮官であるコンダクターが突撃思考など話にならん。素直じゃないな、あいつも。難民街に向けて飛び出していったあんたを胃の一番に追いかけたのは運命。それを間髪入れずに追いかけたのはワルキューレなのよ。あいつはあいつなりに以前に迷惑かけたって意識はあったんじゃないか。何をしている、コンダクター。早く先に進むぞ。やはりこちら側にいましたね。一気に殲滅してしまいましょう。これだけという感じではありませんね。ムータ、いかがですか。大きい反応がちょこちょこ残ってるが、正確な位置はノイズ多くてわからないもん。ちょこちょこという割に遭遇率が高いわね。それだけ出現してるってことかしら。正確な位置がわからないのなら探っていくしかありませんね。行きましょう、タクト。タクト、どこ行くんだ。ずいぶん外れた場所だぞ、ここ。
ったく、暴走好きなコンダクターだな。気づきましたね、子供が残されているって。いいえ、曖昧なんかじゃありませんよ。きっとあなたは本当の音を聞いている。音を受け取る力の高さ、それがタクトの長所なんだと思います。しかし今後そういうことは先に説明してもらえると助かります。でも、のんびりしてたらやってくるかもしれないわよ。そのまんまの意味、 D2 がこっちに来るかもって話よ、タクト。あなたが目覚めてから現れた D2 はなんだか狙いが違う気がするのよ。人の命を狙うじゃなくて、私たちを釣り出すような感じかしら。確かに、難民自治区に現れた D2 が小規模ならもういなくなっててもおかしくないよな。でもムータ、まだ D2 の反応はあるんだろ。あるもんね。目的は偵察か。推論に推論乗っけてるだけだから、答えは何とも。ムータは何か分かってないのかしら。ママは何も言ってないもん。ほんと、肝心などこで役に立たないな。むぎー、気になる。いいえ、気に入らないわね。私、踊るのは好きなんだけれども、踊らされるのは嫌いなのよね。こちら側までは D2 も進行していない。ここで押し返せば市外に被害は出ないだろう。ただの報告に感謝で返されても困る。それこそ当然のことだ。私たちムジカートは D2 を倒すためにいる。以前迷惑をかけた汚名返上とか、そんなつもりは毛頭ない。勘違いするな。くどい。D2 を倒すのが当たり前、それだけだ。D2 に追い立てられでもしたか。奴らは東側にいるようだな。シンフォニカの助けに来てくれたの。ここを抜ければ市街まで一直線。こちらに来て正解だったようだな。私たちがこっち側にいるから D2 も寄ってきたのかも。だけどね、市街に入ってきて市場が壊されたりしたら、キイちゃんの好きな本とか買えなくなっちゃう。そんなの絶対絶対D2 消滅を確認。待って、私置いていかないで。でもタクトの言う通りです。他の皆さんに合流した方が安全かと。避難なんてしても。わかりました。キラキラ星ちゃん、前も言ったでしょ、そんな気軽に
契約を持ちかけるものじゃないって。でも運命が。私としては運命の契約だって軽率だったと思っているのよ。私は私の運命に従うのみです。自分がすべきと思ったから契約しただけ。その結果 D2 との戦闘でも優位に立てている。誰にも損はないと思います。そうじゃなくて、そうじゃなくて、もういいもん。もういいそうですので行きましょう。本当の意味での契約とは違う感じもするけど、本人がそれでいいなら、ま、いいのかしらね。みんな邪魔邪魔、落ち着いて。絵に描いたような大混乱ね。ベルリンに来たばかりの避難民かしら。ここベルリンはシンフォニカの庇護にあり、平和が保たれていると思われている。平和を求めて流れてくる人々も後を絶たない。平和なんてとうの昔になくなっていて、この世界に安全なところなどありはしないのにな。それでも拠り所が欲しいんでしょう。タクト、話はそこまでです。 D2 が来ます。指揮を。流れてきた D2 は始末し終わったが、この先に多数いるようだ。結局大回りする形になったけど、今度こそ道は大丈夫そうだな。タクト、準備はいいですか？シンフォニカの連中が俺たちのために戦った。シンフォニカが私たちに手を差し伸べたのよ。シンフォニカが俺たちを受け入れたんだ。厄介なことになったもん。なあ、俺たちもシンフォニカに入れるんだろう。早く連れてってくれ。お願い、子供たちだけでも。みんな興奮して我を忘れてるむ。うぃー、もみくちゃにされちゃうよ。こら、押すなむ。これだから難民たちは厄介なんだむ。静まれ。あの人は俺たち難民を取りまとめてる長老だよ。みんなあのじいさんに道を開けていく。まるで伝承のようだな。シンフォニカの御仁、こたびのこと誠に痛み入る。しかし気まぐれな優しさは絶望を生きる者にとって劇薬となる。我らを真から救う気がないのなら、気安く手を差し伸べてくださるな。同胞たちよ、今はただ今日という日を生き延びられたことに感謝しよう。真の救済は遠い。それはシンフォニカの御人たちの表情を見ればわかるだろう。御人、まともに礼もできぬ我々の貧しさを許してくだされ。今日のところはお引き取りを。よかったむ、難民たちが去っていくむ。兄ちゃん、じゃあな。いいよ、助けてもらったからそれでチャラ。それにそんなもん舐めたらもっと腹が減っちゃいそうだからさ。さあ戻るむ。不満げな顔してもこれが現実だもん。シンフォニカと難民自治区の関係性は一朝一夕に出来上がったものじゃないむ。ここに暮らす人たちはおそらくその大半が一生シンフォニカに入ることができないむ。その事実を受け入れて生きている人もいれば、そうじゃない人もいるむ。シンフォニカに入れるかもしれないってありもしない希望にすがって、そうやってみんなギリギリのところで自分を保ってるのよ。そんな人たちに中途半端に手を差し伸べることがどれだけ残酷なことか考えるべきだむ。
自分がなぜここに呼ばれたかわかるか。アブリルとニコラは治療中だ。お前の勝手な行動で貴重なコンダクターが二人も重傷を負ったんだぞ。まだこの世界の断りを理解できないようだな、朝日奈拓人。今一度己の置かれている状況についてきちんと考えてみる。わからないなりに考えろってことだもん。そもそもタクトは元より資料ってものが。二人なら医務室にいるもん。あら、タクトじゃない。こんなところをフラフラしててどうしたの？説教されてへこんでるから慰めてほしいのかな。思ったより余裕はありそうね。今はオフだからね。散歩してただけ。タクトはこれから医務室？今会えるかどうかはわからないけど、そういう姿勢嫌いじゃないわよ。じゃあ私は食堂にでも行こうかしら。じゃあね、タクト。無事でよかったね、アブリル。全然よかないわよ。しばらく安静必須なんて情けない。それもこれもニコラ、あんたがオタオタしてたからなんだからね。アブリルとコウモリが手間取ってたからじゃ。何か？何でもないよ。聞いた？朝日奈拓人は難民自治区の D2 を全部一人で撃破したんだって。うん、すごいよね。悔しい。どうして私にあんな力がないんだろう。あ、何か言った？何でもないわよ。なんで怒るの？大声は怪我に障るよ。安静のため面会謝絶みたいだむ。あ、お兄ちゃん、どうしたの？キイちゃんに何かご用？ボレロはいつもいる居住区じゃないかな。コウモリは知らない。どこかで誰かにいたずらしてるんじゃない？嫌いってわけじゃないけど、キイちゃんにいたずらばっかりするんだもの。うん、また後でね、お兄ちゃん。おいしい。はい、タクトは管理官からの叱責が終わったところのようですね。地上でのいざこざについてはあまり気にしなくても良いと思います。現実を知るのにちょうど良かったと考えているでしょうし。見ての通り紅茶をたしなんでいます。タクトこそ用があるからここに来たのでは？お見舞い？他のコンダクターのでしょうか？いえ、私は遠慮しておきます。はい。何？昨日の話？僕と君の接点、それぐらいだから。別に普通に戦っただけ。用がないならもういい？したけど普通に。別に君がいようがいまいが戦えばそれだけ傷つくし。僕は彼らではないので彼らが君のことをどう思っているかについては答えられないよ。なぜ僕が怒るの？僕は僕が必要だと思うことをやるだけ。そのことに君の行動は関係ないよ。はい。続ける必要があるの？必
要があるのかないのか答えればいいのでは。質問が漠然としていてどう答えればいいのかわからない。ただ同じ質問をアブリルとニコラからもされる重要なことなのかな。他人が自分をどう思っているかについて考えることに意味があるとは思えない。僕たちが気にするべきはいかに勝つか、それだけだと思うから。おお、タクトじゃん。何をしに来た、コンダクター。何って訓練だよなあ、ワルキューレ。お前の訓練は度が過ぎている。非効率とは思わないのか。何を、最後はお前の方が全力だったじゃんか。ん？何が？訓練室では見ていない。カルメンならさっきチラッと来てすぐに食堂に行ったみたいだけどな。それにしても腹減ったな。私たちも食堂行くか。食堂に行くにしても先に風呂だ。この汗だくの状態では良くないだろう。これはこれは朝比奈コンダクター、わざわざ出向いていただけるなんて光栄です。あ、汚くしていてお恥ずかしい。先ほどの戦闘で収集したジャンクを利用してちょっとしたアイテムを作成中でして。じゃじゃーん、ご覧ください。こちらの品、一見ただのメガネに見えますでしょ。ところがどっこい、こちらのメガネ、目の前の人物の戦闘力、弱点が見通せる代物。それだけじゃなく、生年月日、家族構成、はたまた初キッスのシチュエーションまで、いわば全ての情報が見通せるという特殊なゴーグルなんですよ。情報を制する者は戦いを制すると申します。このゴーグルさえ手に入れれば向かうところ敵なし。そうだ、お近づきの印にこのゴーグル差し上げますよ。もちろんコンダクターを支え使えることがムジカートの喜び。あ、でもごめんなさい、材料費だけちょっといただけると。毎度あり。育ちがいいだけあって純粋なんですね。相手の全てが見通せるゴーグルなんて、そんな夢みたいなものあるわけないじゃないですか。おや、人聞きが悪い。ご挨拶代わりのジョークですよ。私は笑わせてもらいました。そのゴーグル、普通にメガネとして使えますから、どうぞそのままお持ちください。ところで朝比奈コンダクター、私に何か用だったのでは？え、聞いてないんですか？それはニコラさんの話ですよね。アブリルさんは言いにくいのですが。ピンピンしてますよ。怪我は多いですが、まあ自業自得です。あれ？アブリルさんが元気だと何か支障が？いいえ、むしろ感激してました。命令を無視してまで避難民たちを守ろうとした正義感に、コンダクターとはかくあるべきだって。嘘ですけど。カンカンでしたよ。国や隕鉄を放り出すなんて、コンダクターの風上にも置けないって。ただ、私は感謝してます、あなたに。あなたのおかげで
アブリルとニコラのコンダクターとしての覚悟を見ることができました。あなたが去った後も彼らは最後まで黒夜隕鉄を処理した。まだまだ未熟だと思っていたのに、彼らも立派なコンダクターなんだと分かりました。嘘ですけど。情報を制する者は戦闘を制する。朝比奈コンダクター、情報に踊らされてるようでは、あなたもまだまだですよ。あ、戻ってきたんだね、お兄ちゃん。ボレロたちにお話聞けたの？私たちに答えられることなら。いくら難民自治区が私たちの管轄外としても、コンダクターを一人で戦わせるわけにはいかないよ。あなたを守るのも仕事の一つだしね。まあそうなるわね。ムータ、また何も説明してないな。これからちょっとずつ説明する予定だったむ。ついてきてください、タクト。あなたに見せたいものがあります。シンフォニカが D2 から人類を守るために作られた地下都市ということはもう分かってるよな、タクト。お前が目覚めてから今まで見てきた地下都市はシンフォニカのごく一部にしか過ぎない。音楽堂とその周りはね、シンフォニカの屋上なんだよ。最上部ってこと。シンフォニカの心臓部はさらに地中奥深く眠っている。そう、まさに眠っているのよ。ここがシンフォニカ、人類の砦、超低温睡眠装置です。ここで眠っている限り、人は老いにも病にも死にも侵されません。何十年何百年も。タクト、あなたが20年間その姿のまま眠り続けたようにね。この人たちはずっと待ってるんだ、世界が本当の意味で平和になる時を。まさに夢見ながら。かつて D2 に対して人類はあまりに無力だった。だから人類は戦わずして生き延びることを選んだ。ここには芸術家、文化人、学者に政治家、当時人類の英知を担っているとされていた人たちが眠ってるむ。僕たちの使命は世界に救う D2 を殲滅すること、そしてその時が来るまでここに眠っている人たちを守り抜くことだむ。これこそ人類が受け継ぐべきものであり、僕たちが守るべきものなんだむ。昔の人たちを守るために今生きている人たちがないがしろにされるのは納得がいかない。彼らがシンフォニカを作ったから今の僕たちがあるむ。もちろん収容機能は現在も拡大中だむ。なかなか順番が回ってこないだけで、一般人にだってシンフォニカに入る権利はちゃんとあるむよ。そりゃあたしらだって全員まとめて助けられたらって思うよ。でもシンフォニカに入りたいって連中は世界中にたくさんいる。順番待ちの名簿がこんなにたくさんあるって聞いたことあるわ。そいつらだってみんな必死な思いして自分や家族の名前をその名簿に載せたんだ。それを考えるとな。近くに住んでいるからという理由だけでシンフォニカに招くのは浅はかな考えだろう。どう、タクト。これで納得できたかしら。何かのためってのは
ちょっと違うような気がするな。ただ眠っているだけ、ね。あのね、お兄ちゃん、この中にはね、キーちゃんの本当のパパとママも眠っているかもしれないの。それで眠りながら、世界が平和になって、キーちゃんに会えるのを待ってるかもしれないでしょ？私たちはムジカートになって、老いも死にもしない体を手に入れた。もう何十年も生きてきたここに眠っている人たちは、もしかすると大昔の顔も知らない誰かではなく、知人かもしれない。私の家族や友達や愛する恋人かもしれない人たちなの。だから関係ないって割り切れるかしら。もし仮にここに眠る人たちが誰一人として私自身とつながっていなかったとしても、誰かとはつながっている。そしてつながった誰かと誰かがまたつながって、人間ってそうやって関係を紡ぐ生き物よ。覚えていないというだけでそのつながりを断ち切ることはできないわ。キーちゃんはキーちゃんになる前のこともう覚えてないけど、でもね、きっとね、パパとママが起きてキーちゃんのこと見たらわかると思うんだ。この人がパパだって、ママだって。そうだったら素敵ね。絶対そうだよ。だからね、キーちゃん全然嫌じゃないよ。頑張って戦うよ。タクト、お兄ちゃん大丈夫？どこか痛いの？じゃあお部屋に戻ったらご本読んでくれる？市場で買った星の本。やったー。はーい、じゃあクローズするむ。パパ、ママ、また会いに来るね。タクト、もう行かないと。D2 の研究のためフォン・エリス教授についての調査を始めたタクト。その行き先で出会ったのはシンフォニカに入ることを拒み、地上で D2 と戦い続ける一団だった。次回、かつても星を見ていた。さあ始めよう、運命の動機を。